利益になるポイントがどこかっていうのを分かっていると、つまりそこをいかに自分の中で苦にせずにスマートにやりきるかっていうのが実はこの利益が生まれるポイントなんです。で、私の場合はほうれん草をこう袋詰めしてたんですね。だから周りの先輩が、じゃあ山下さん、お前のほうれん草っていちいち袋に詰めなきゃいけないから大変じゃないかってやっぱり言われるわけです。ところが私は袋詰めするのは全然苦じゃなかったんです。むしろ人より袋詰めする方が早かったり、なんちゃうかな、その袋詰めする仕事が楽しかったり、もっと言うと人の3倍も4倍もできたんですね。だから利益が生まれたんです。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農業パーソナルトレーナーの山下博之です。農業ビジネスをしたい企業さんや若手農家のコンサルやったり、農業ビジネススクールを運営したりしています。このチャンネルは私の農業経験をもとにですね、新しい農業、そして稼げる農業を実践できるように、中堅若手農家さん、そして新規農業者さん向けに毎日配信しております。今日も農作業しながらでも結構ですので、一緒にこちらの農をね、耕していきましょう。はい、それでは今日本日のテーマです。本日のテーマはですね、この稼げる農業を皆さん方に実践していただくように、この動画毎日配信しているんですけれども、今回ですね、ちょっと初心に帰りまして、基本中の基本、もう稼ぐ農業の3つの基本ということで、根本的な、そもそもの話をします。もしかしたら今年の、ね、4月から、新たに農業を開始される方がいらっしゃるかもしれないし、新規収納されてね、親元で収納される方もいらっしゃるでしょう。とにかく、4月に入りますので、新しく農業をね、スタートさせるという方もですね、まずはこのね、稼ぐ農業の基本というものをね、実際理解して、なるほど、そういうことかっていうことを分かった上で、農業される、これが、これからね、楽しい農業、新しい農業をやることの、ポイントになると思います。さあ、それでは稼ぐ農業3つの基本ということで、お話をするんですけども、まず、その本題に入る前にですね、そもそも稼ぐ農業とは何かっていう話になるんですけど、これは、他の動画でもね、何回かお話してるんですけども、よく言われるのが儲かる農業っていうのがあります。で、私が今お話ししてるのはこの、稼ぐ農業、これはもう一貫して稼ぐ農業はどうすればいいのかって話をずっとしてきました。簡単に、稼ぐと儲かるの違いを、私なりに解説すると、儲かるというのはどちらかというと受動的、意図せず、得た利益というふうな考え方です。で、稼ぐというのは自分で、企てて計算して、考えて、これだけの売り上げでこれだけの経費だからこれだけ、利益を取る、こういう戦略で売り上げを上げていくなどなど、自分発、自分でコントロールできることを稼ぐ、儲かるっていうのはなかなか自分ではコントロールできない、たまたま相場が高かったとか、たまたま土地が売れたとか、これ儲かったってことになりますよね。ですから私が進めている稼ぐ農業っていうのは、いかにその自分でコントロールできない部分ではなくて、自分でコントロールしながらちゃんと稼いでいく、いわゆる利益を上げていく、もしくは売り上げを上げていく、これが私が、日頃からですね、皆さん方にお伝えしたい稼ぐ農業ということになります。さあ、それではじゃあ、そのそもそも稼ぐ農業の基本的なことですけれども、今回まず3つ基本をですね、皆さん方にお話ししようと思います。じゃあ、それでは早速始めましょう。まずその3つのうちの1つ目、稼ぐ農業の3つの基本、1番目は求められるものを作る、求められるものを作る。そして2つ目、高く作らない、高く作らない。そして3つ目が利益が生まれるポイントを知る、この3つです。それでは1つずつ解説していきたいと思います。まず求められるものを作る、これはもうお分かりですよね。やはり求められてないものを作ったところで、こう稼ぐことはできません。だっていらない、いらない、そんなものって言われているわけですから、これはもう、農業ビジネスにおいてはもう基本中の基本になります。ビジネスというのは取引が成り立つことによって、トレードですね、トレードが成り立つことによって、要は売り上げであったり利益が作られるんですよね。ですからもう全く世の中でいらないものを作ってる人、そういう会社とかは当然売り上げも伸びないし、逆に倒産しちゃったりしますよね。だっていらないものを作ってるわけですから。で、いわゆる稼げる企業、稼げる会社、稼げる農業っていうのは、あ、それください、それくださいっていうふうに求められるものを作るということです。ですから、コロナ禍で、去年の今頃っていうのはもうとにかくマスクが足らないと。で、マスクが足らないから誰かマスクありませんか、もう手作りで自分でね、縫ったりなんてして、
そのくらい求められるものをあの当時作れば、もうマスクがね、なんだ1つ1000円とかね、すごく高値になりましたよね。うん、そのように求められているものを供給する、これがビジネスなんですよね。ですから我々農業も全く同じです。稼ぐ農業をするためにはまず求められるものを作る、これも基本中の基本、まず1番目に書かせていただきました。そして2番目はですね、何かというと、この高く作らない、これ稼ぐ農業をする上でこの2番目のポイントが高く作らないということです。まあ、例えば、まあ、先ほどのマスクの話でいけば、マスクを作ることによって、まあ、いくら1000円で売れたといっても990円コストがかかってしまう。990円経費がかかってしまったら、まあ、利益10円しか残らないじゃないですか。それよりも、まあ、1000円で売れるものを500円で、経費を抑えたりとか、した方がいいわけですよね。やっぱりそしてマスク1個1000円じゃ誰も買いませんよね。ですから高く作っちゃうと結果として売れなくなるってことになるんです。ですから稼ぐ農業の3つの基本の2つ目は極力高く作らない、高く作らない、これがポイントになります。そして、3つ目なんですけれども、この利益が生まれるポイント、これ意外と皆さん気づいてない方いらっしゃるんですね。例えば、この自分のビジネス、自分の仕事ってどこで利益が生まれてるんだろうかっていうのを知らなきゃいけないんです。例えばラーメン屋さんだったらどこで利益が生まれてるのか、当然のことだから、お客さんが来てラーメン一つって言ってラーメン作って入って渡した時に、まあ、利益が生まれますよね。もうラーメンその人が食べようが残そうが、ラーメンを入ってこう渡した瞬間に、一杯600円ですよっていうのは請求できるわけですよね。だから我々農産物もどこで利益が生まれているのか、これ簡単に言うと、例えばキャベツをこうドーッとこう作るわけですよ。キャベツを作った段階ではまだお金生まれてませんよね。ただ農場に植わってるだけですよ農場に、1ヘクタール、1ヘクタールあろうが10ヘクタールあろうが、それはもうただ、土地農地にこう変な話生えてるだけですよね。生えてるって植えたんですけどね、でだけ。だからそれを実際こうキャベツをこうカッとやってここにナイフ入れて、でそれを取り上げる。でまだ取り上げただけでもまだお金になってませんよね。取り上げるだけでもお金になってない。でこの取り上げたキャベツを一旦農場から持ち出して、トラックかなんかに積み込んで、そして、一旦自分とこの作業場に持ってきて、その時もすでに箱に入ってたりするかもしれませんけど、一旦そういうふうに流通させる箱に入って、その箱を、何かしら、農協さんであったり市場であったり、もしくは取引先さんにこう渡して、で渡した後今度はその取引先さんが、なるほどこれ OK っていうふうに検品して OK がもらって、間違いなくこれはうちで引き取りましたよっていうのがあって、初めて利益がこう出るわけですよね。初めてそこで利益で、だから自分の利益がどこで出るのかっていうところ、がポイントになります。いわゆる稼ぐ農業をするときに、例えばこの3つ目の利益が生まれるところが、もちろん土作りも大事ですし、栽培管理も大事なんですけども、どれだけそこの土作りと栽培管理をやったところで、そのキャベツが、例えば価格が、市場が暴落して、もうそのままトラクターで、畑農場にすき込んでしまう、どうぞこれ、利益になりませんよね。ですからちゃんと取り上げて、お客様、いわゆるお金を払ってくださる方にお届けするっていうのが、実は、利益が生まれるポイントになるんです。なんか山下そんな当たり前の話をするなよって思われるかもしれませんけど、今回は基本中の基本ということで、お届けしております。さあ、じゃあそれではですね、今回この稼ぐ農業の3つの基本ということで、1番目求められるものを作る、2番目高く作らない、そして3つ目利益が生まれるポイントを作るという、を知るということです。さあ、ここでせっかくなんで、じゃあ具体的に、じゃあどういうふうに実践すればいいのかって話をですね、お話しして今回終わりたいと思います。まずこの1番目の求められるものを作る、ちょっと山下先生と、求められているものかどうか、どうやって調べればいいんですかって、これよく聞く、よくいただく質問なんです。自分の商品は求められているかどうかってどうやったら分かるんですかって、言うんですけれども、この求められているかどうかはですね、例えば、相対取引、契約栽培している方だったら分かるんです。
だってこういうものを作ってくださいっていうオーダーが来るからそれに対して作るわけ。どちらかというと受注生産、まあ、農業法人さんとかはもうほとんど受注生産ですよね、マーケット側からの要望に応えて、山下さん今年は、キャベツ100トンぐらい作ってくださいよ、11月から3月の間に、20トンずつ5ヶ月にわたって、ちょっと届けてくださいよなんてオーダーが来るから、供給するわけですよね。だから求められてるから生産してる、まあ、これはマーケットインなんていう言葉を使うんですけれども、いやでも山下さんうちは農協出荷とか市場卸なんで求められているものかどうかちょっとよく分かんないんですよ。だってもうそこに渡したらもうそれまでで自分はその後どんなふうに売られているか分かんないからって方もいらっしゃいますよね。でそういう方が求められているかどうかを調べるのはもう簡単ですよね、まあ、要は相場が高い、いわゆる卸して、まあ、一番に出荷、まあ、農協さんに、の部会に出荷したところでその後高く仕切り証が来る、あ高く売れてるんだってことを求められてるってことなんですよ。ところが安い、いや全然安く売られてた、競りで安く叩かれてた、これ求められてないってことなんですよね。もうですからもう稼ぐ農業の3つの基本、求められるものを作る、お客様から頼まれたものを作って供給するか、農協さんや市場に出荷した時に高いんであればそれ求められてる、安いんであれば求められてない、うん、もうそういうことですよね。じゃあうちの商品安くて求められてないんですよってなる、どうしましょうか。じゃあ求められてないものを作ってどうします、続けます、やめます、違うものに変えますっていうような判断にやっぱなるわけですよ、まあ、結局稼げる農業っていうのはもう求められるものを作るしかこの場合は方法がないです、はい、で2つ目高く作らない、これ今度は求められてはいるんだけどその高くは求められてない、まあ、例えば1ケース1500円でくださいって言われたらやっぱ1500円で、っていうのが求められてるわけですよね。でも自分のところは原価が1400円かかってると、で1400円原価がかかってるから1500円じゃないとまずいんですよねって、1500円ではこちら採算合わないんですよねって言ったところで求められてなければそれはまた問題ですよね。ですから1500円で求められているんであれば自分のところでは、700円ぐらいで作ろう、700円ぐらいの経費で抑えようっていうふうに自分のところで高く作らないように、いわゆる原価をこう抑えなきゃいけないです。でじゃあ原価っていうのが分かんないんですっていう方はちょっと、まあ、別の動画でまあお話してますけれども、まあ、材料費があったり人件費があったりそして原価償却費があったり、いわゆる製造費っていうのがあったりというふうに、まあ、4つの項目をちょっと数字を出して我が家の、原価っていうのはどのくらいかかってるかっていうのをまず知らなきゃいけない、うん、まあ、大体農業の場合は原価率、いわゆる農業生産に関わるものが 50% ぐらいで、原価がなっていれば大体 OK というふうに言われています。 50% で売上から原価を引いた残りが大体あらりっていうんですけども、これ総生産利益っていうんですかね、でそれが大体 50%、まあ、半々ぐらいだったならば、まあ、いいですよっていうふうにまあ一般的に言われています、うん、ですから自分のところのまず原価がわからない、じゃあ原価がわからないなら稼げる農業やってるか、稼げる農業がやっていないかちょっとわからないんで、まあ、原価はね基本的にはわかるようにしておきましょう。でさらに言うと原価を計算したら山下さん原価が実はうち 70% ぐらいかかってるんですよってなりますよね。で 70% ぐらい原価がかかっちゃってる場合は、まあ、これはもう売り上げを当然上げるしかないんですけど、先ほども言った通り売り上げを上げるとか単価を上げるっていうのは基本的に自分ではコントロールができません。自分でコントロールできるのは自分家の経営の、まあ、財務指標、財務指標っていうとちょっと難しいですね、自分我が家の経営の中のコストをどうやって抑えるか、これはちょっとまた難しい言葉になっちゃうんですけども、損益分岐点っていうのがあるんです。損益分岐点、この損益分岐点っていうのは損なのか損するのか得するのか、損するのか利益になるのかっていうこのプラマイゼロのところですね、うん、例えば1000万円売上があって原価が500万円、生産原価が500万円だった時には500万円が利益ですよね、まあ、利益というか純利益、じゃあ粗利益っていうんですけれども、この粗利益、でこの粗利益の中から社長さんの給料だったり販売管理費、いわゆる販売に使われる費用がなったりします。でこれ農家さんの場合は法人化してない時は製造経費、製造コスト、いわゆる製造原価が
引いた残りが全部自分の所得になります。これ農業所得と言います。でこれが農業法人とか会社にしている場合はその残った、500万の中から自分は給料は300万ですよっていうふうにこの300万を引いた残りの200万がこの会社の利益というふうになります。はい、つまりこの1000万の売上に対して500万の原価であれば万が一売上が500万になっても損はしないって言って自分の給料はなくなるんだけど、自分の給料を含めて自分の給料が800万だったとするならば、失礼しました、300万とするならば800万までは、売上が下がっても損しませんよね。自分の給料が300万生産原価が500万合わせて800万ですからね。で売上が1000万の時は200万会社の利益ですけれども、もし売上が800万になっても、なんとかプラマイゼロになる、このプラマイゼロの部分、この売上から製造原価と販売管理費で自分の給料とかを差し引いた残りが利益ですから、この利益の取れるか取れないかの分岐点のことを損益分岐点と言います。この損益分岐点を極力下げることによって万が一相場が暴落したり、もしくは生産がちょっと取り損ねたり生産不良、不作だった時のための、保険になるということです。つまり稼げる農業3つの基本のこの高く作らないね、っていうのがそういうことになります。そして3つ目の利益が生まれるポイントっていうのは、先ほどキャベツの例でどうやって、取ってから相手に届けて、そしてなるほどと、品質的に問題ないよねって言われた時に、お金が入ってくるのが、この利益のポイントなんですけれども、他にもですね、これは農業ビジネスとして捉えた時に、要は人がやりたがらない理由っていうものを考えてみると、この利益が生まれるポイントって分かるんです。例えば分かりやすく言うと、でも先ほどのキャベツとか白菜でいくならば、いやもう白菜とかさキャベツって重たいよね、だから俺重たいのやりたくないんだよねっていうことで、重たいのを代わりにやってあげてるから、それがビジネスになるわけですよね。人がやりたくないことを代わりにやってあげるからビジネスが成り立つわけです。だけど、それだったら俺もできるってみんなやってるんだったら、それってビジネスにならないし競争相手が多すぎますよね。で例えば今度は大根の場合は、洗わなきゃいけないじゃないですか。いや俺洗うのに嫌なんだよねっていうと、つまり人が嫌がることをやっている、その人が嫌がるところはどこなんだろう、それが実は利益が生まれるポイントでもあるんです。私以前ほうれん草をやってたんですけど、ほうれん草をやってる時に近所の先輩たちとね、いろいろ一緒にお酒飲んだりする時に、ある人は大根、ある人は白菜、ある人はナス、ある人はほうれん草だったわけ、私はほうれん草だったわけで、酒飲みながらやっぱ大根の先輩に言うんですよ。で大根の先輩に、いや大根とかもう洗わなきゃいけないから大変じゃないですかって言ったら、その先輩はいよいよ洗うだけで金になるんだったらこんな楽なことはないよっていうふうに、自分が利益になるポイントっていうのが苦になってないんですよ。で今度は隣の先輩は白菜をこう作ってらっしゃった。で白菜とか重たいじゃないですかって言ったら、いやいやその人も体育会系でもすごいがたいの人で、白菜の軽いって、こんな白菜をね、1日100ケースも200ケースも抱えるだけで金になるんだったらこんな楽な仕事はないよって言われてた。でナスを作ってる先輩がいるんですけど、ナスを作ってる先輩は周りから、いやもうナスってさ手入れが面倒じゃないの、いやいやこの手入れをするだけでもう取った瞬間に洗わなくてもいい、重たくもない、単価も高い、ただ手入れするだけでこんなお金になるんだぜっていうふうにお話しされるわけですよね。でそういうことでキャッシュポイントというか利益になるポイントっていうのがですね、利益になるポイントがどこかっていうのを分かっていると、つまりそこをいかに自分の中で苦にせずにスマートにやりきるかっていうのが実はこの利益が生まれるポイントなんです。で私の場合はほうれん草をこう袋詰めしてたんですね。だから周りの先輩が、じゃあ山下さんお前のほうれん草っていちいち袋に詰めなきゃいけないから大変じゃないかってやっぱり言われるわけです。ところが私は袋詰めするのは全然苦じゃなかったんです。むしろ人より袋詰めする方が早かったり、なんちゅうかな、その袋詰めする仕事が楽しかったり、もっと言うと人の3倍も4倍もできたんですね。だから利益が生まれたんです。ですから農業をやってて大変だなっていう場面に出くわしたならば、その大変なところが実は利益が出るポイントなんだっていうことが実はこの稼ぐ農業の基本となります。そういったお話です。すいません途中でちょっとね照明が、切れちゃったんで、
話が途中で切れましたけれども、さあということで今回はですね、稼ぐ農業の3つの基本ということで、3つお話ししました。1、求められるものを作りましょう。そして2つ目、高く作らないように心がけましょう。そして3つ目、利益が生まれるポイントを知りましょう。この3つで、稼ぐ農業をしっかりですね、今年の、ね、春からも皆さん一生懸命ね、やっていきたいと思います。はい、ということで今回はこれで終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいという方のために、農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。